そうですね。クロさん、だったら急ぎましょう。ビッキさん、ね、ちょっと。そうそう、お願い。だと思います。クロさん、どうです？だから落ち着かせたかったけど、傷つけてほしくはいなくて。そう、クロさん、にゃ。そう、それってビッキさんが一人で監禁場所に残ってるってことですか？また変な男気出して。早く助けに行きましょう、ビッキさん。ね、ちょっと。そうですね。ちょっと。ねえ。ねえ、ちょっと。ふしゃー。ねえ。あれ、誰がビッキさんをこんな目に。絶対に許さない。ビッキさん、今助けに。お前こそ誰です？ビッキさんに何をした？ふしゃ。その答えによっては血の雨降らしますよ。ふざけるにゃ。そっちこそビッキさんを、雨を呼ぶ同胞たちをひどい目に遭わせて見逃してもらえると思っているんですか？冗談じゃない。何、もうみんな。それってまさか様の。じゃあお前はカカ様が倒したはずの雨呼びサライ、生きていたんですか？
そうね。はあ。さっきから聞いてれば、人のことを化け物だとか、カカ様のことを化け猫だとか、好き勝手言ってくれますね。お前はここで倒します。もう二度とうちの同胞に手を出させにゃい。みんな、力を貸してください。うちが一人で暴走してしまわないように。そうね。知らにゃいのに襲われるなんて理不尽ですにゃ。にゃ、はあ、え、こちらを目の敵にして復讐して回っていたんですか。お前の過去には同情するし、うちらと同じ力を持っていて、そんなことをした奴のことは許せません。でも間違ってるのはお前の方だにゃ。そういう考えなしで最低な奴とうちらを一緒にするにゃ。命の水っていうくらい水は大事なんです。雨が降らなくて困ってる人を助けたい。渇きの中で死んでほしくない。そう思って胸を張って誇りを持ってうちらはこの力を使ってるんです。バカにするにゃー。離せーにゃー。ふしゃー。力が残っていないのならこれ以上うちはどうこうしません。うん、そうね。それってみたいに言うにゃです。後悔するかしないかはお前の今後の行い次第ですにゃ。うちの気が変わる前に早く行けにゃのです。我慢しないと。まだうちにはやることがあります。クロさん、リッキさん、雨乞いパーティー猫耳とお仕事。
そうだね。ねえ、ちょっと。焼け野の雉、夜の鶴、こう思う親の心に報いてみせるわ猫娘、降らせてみせよう自由と気運。さあ雨よ降れ。すごいな。どうです、雨乞いパーティー猫耳と、とってもすごいでしょ。にゃ、そんなにあっさり褒められると照れちゃいますです。はい。にゃ、それは今年の梅雨はもうちょっと一緒にいてもいいと思いますにゃ。活動の休止は中止なのです。にゃーに、イアルは広く、いつもどこかは雨を求めているものです。これを機にもっと広く世界を巡ってニーズを開拓していきましょう。まずは常夏の砂漠にオアシスを作って回るなんてどうです。にゃっはは、せっかくカカ様から受け継いだ力です。あの雨呼びサライが完全に改心するくらい恵みの雨を世界に降らせて回るのにゃ。